2021年3月某日、ラノベのイベント、ラノスポにおいて、いくつかの作品がアニメ制作決定を発表した。その中にはあの作品の2期も含まれていた。そう、魔王学院の不適合者である。魔王学院って前にアニメレビューしたやつよね？ああ、私のアニメレビュー処女作だ。Twitter で2期の伏線貼ってたから、まあ来るんだろうなと思ってこの動画の編集してたら、無事正式発表してくれたな。安心したぜ。絶対ラノスポで発表するだろって読んで、準備してきた甲斐があったな。ここまでのセリフも2月には作ってたのか。もし2期来なかったらどうするつもりだったんですかね。案ずるな。ボツデータが1つ増えるだけだ。結構重症なんですが。大丈夫だ。根源が残ってたら蘇生できる。謎理論やめろ。そんな謎理論が平気で通ってしまうのが魔王学院。どうでもいいんだが魔王学院の不適合者ってなんて訳すんだろうな。どういうこと？ほら、ラノベ原作ってよくひらがな4文字くらいに省略された通称の呼び名があるじゃん。魔王学院はちょっと長いし、もっとコンパクトにならないかなと。公式からのアナウンスがないなら勝手に作れば。そうだな。もうこの場で決めてしまおう。学的。お肉みたいに言うな。なんでじゃ、覚えやすいやろ。センスゼロか。うん、意外と難しい。もうグラタンでよくない？言い訳あるか。タイトルガン虫じゃねえか。別の高校だってタイトル関係ないじゃない。というかほぼお兄様じゃない。さす鬼は公式なのか。魔王学院を訳すときは俺がいるとか、歯がないみたいな癖のある感じになりそう。魔王学院は2017年から小説家になろうで連載され、翌年電撃文庫から書籍化されたライトノベル、2020年にはアニメ化され、シリーズ累計発行部数が100万部を優に超える大人気作品だな。なろう、なろうアニメ化。異世界転生、チート無双、ハーレム、頭が、ナローアニメで深い傷を負ってしまったタミカ。確かに学的も主人公超強い。全漫画、全アニメのキャラと比較しても、トップ争いに参加してしまう程度にはチート主人公。最強キャラ決定戦は闇が深いので NG。てかここでは学的で通すのね。変換ボタン押さなくていい。ノンストレス編集ライフ。そういえば防御力特化の某アニメも2期決まってたわね。両方シルバーリンクがやるんでしょ。他にも忙しそうだし途中でへばったりしないでしょうね。大丈夫だ。もし制作人がくたばっても魔王様が起源魔法で蘇生する。過労死&コンティニューを繰り返してゲーム作った神がいるくらいだし、いけるいける。お前は鬼か。当然だろ。この段階で分割にクールって言い切ったんだぞ。制作人の本気度が違う。そんな先まで関係者のスケジュールを抑えたのね。一期の評判がそれだけ良かったってことかしら。ブルーレイに投資した我々ファンクラブの努力が実を結んだぞ。レビュー動画で2期は円盤の売り上げ次第って言ったら本当に来ちゃったからね。しかも2クールで。まさかあのコメントが現実になるとは。お金さえ出せば続編作ってくれるって証明したわね。ファンクラブなら当然関連グッズも買ったんでしょ。ちょっと、おい、ラインスタンプで許して、ファンクラブの面汚しめ、あのすさま応援歌合唱曲24時間耐久を命ずる。あれはファンユニオン専用のセルフ BGM なので、にしても分割にクールか、一期のテンポ的に原作追いつくつもりなのか。一期の内容はアニメレビュー動画で、簡単にまとめてあるからそっちで振り返ってね。こっちは原作基準で進めるぜ。一期は原作3巻まで進んだはずだし、同じペースなら追いついてもおかしくないな。原作は今現在8巻、そろそろ最新9巻が出るでしょ。さすがに無理か。まあゆっくり丁寧に進めてほしい。今から原作読んでも余裕で間に合いそう。1期も2期前に配信サイトで一挙放送するだろうし、これを機に履修するのもおすすめ。ファンクラブのメンバーは円盤で復習して全裸待機するのだぞ。個人的にはアニメの後で原作読んでもらいたいな。やっぱ原作が一番細かい設定までわかるし、先アニメから見た方が原作の偉大さを実感できる。私は先原作でキャラが動いた時の感動を味わいたい。人それぞれの準備をして魔王様の帰還に備えてくれ。1期はバッサリカットした部分もあったが、最終的にうまくまとめ止めてあったし、伏線も残してある。順調に行けば2期も静止通りに進むはずだ。アニメでも原作でもいいから予習を忘れるんじゃないぞ。確か漫画もあったわよね。あっちは？漫画はまだアニメの半分くらいしか出てなかっただろ。漫画主人公がイケメンすぎる。かなり若いな。アニメは原作よりのご尊顔。漫画も数年ぶりに新作出すらしいし、ますます盛り上がっていくな。ちなみに私の本作デビューはこの漫画だった。まだ3巻しか出てないなら漫画からってのもありね。つべで漫画の違法アップロードしてる豚には理滅剣な。ドンキとコラボしてる場合じゃないですよ魔王様。2期でやるのは多分上下4巻、原作最新9巻、漫画最新4巻もすぐに発売。最強魔王の前に現れる新たな敵とは、秘術キャラたちの意外な関係性とは、一気に置いてきた伏線の秘密とは、声優の無駄遣い3巻部に出番はあるのか。それはどうでもいいです。そんな本作、魔王学院の不適合者、夢忘れず視聴するのだぞ。原作、アニメブルーレイも忘れず手に入れるのだ。2期が終わったらまたアニメレビュー動画作らないとね。2期だけで終わるとでも思ったか。まさか。最新情報は公式 Twitter をチェック。それまでは別アニメのレビューでもやりましょう。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。